東京オリンピックは1964年の東京オリンピックの公式記録映画市川昆が総監督を務めた。総監督を務めることになった市川昆は自身とその妻で脚本家の和田夏十の名コンビに加え、新鋭脚本家の白坂義夫と詩人の谷川俊太郎という夫人で、そもそも筋書きなどはないはずのオリンピックのためにまず緻密な脚本を書き、 これをもとに壮大なドラマである東京オリンピックを撮るという制作手法を取った。日本を代表するカメラマンとして世界的にもなお知られた宮川和夫が主導した撮影にもアスリートの心情の表現を重視した演出や超望遠レンズをはじめとする複数のカメラを使った多角的な描写などを駆使し従来の記録映画とは全く性質の異なる極めて 芸術性の高い作品に仕上げた。しかしそれは1936年のベルリンオリンピックを記録したレニリー・フェンシュタール監督の民族の祭典と並んで芸術家記録家という大論争を引き起こすことになった。完成披露試写の2日前に行われた関係者のみの試写会で本作をかがみたオリンピック担当大臣の河野一郎は俺にはちっともわからん記録性を 全く無視したひどい映画とコメントし、記録性を重視した映画をもう一本作るとも述べた。文部大臣の愛知喜一も文部省としてこの映画を記録映画としては推薦できないという声明を3月16日に出した。東宝は市川に映画の修正を求め、市川は試写版に日本人金メダリストやオリンピック建造物の映像を追加して公開版を作成した。 この状況で女優の高峰秀子は3月18日付の東京新聞に市川作品はオリンピックのお点だなどと乱暴な言葉を吐くなんて少なくとも国務省と名のつく人物のすることではないと市川を擁護する意見を投稿した。広報はさらに単身河野に面会し映画と市川の優れた点を訴えるとともに河野が市川と面談するように求めた。 この後、河野は3度にわたって市川と面談する、機会を持ち、最終的に市川ら関係者の努力を認め、出来上がりに100%満足したわけではないが、自由にやらせてやれと、映画プロデューサーの田口助太郎に電話して、矛を収めることとなった。この時の騒動について、市川は、映画の完成から20年後に、要するに、河野さんは、馬とかマラソンに、 うんちくのある方だったんですが、その辺の競技を映画で見たかったのに、それが十分入っていないのが気に食わなかった。作品を全面否定されたわけでも何でもないんです。今から言えば笑い話ですがね、とインタビューで語っている。英語版では大会組織委員会が再編集を施し、上映時間が日本語版より40分短い作品に仕上げている。 一方、市川自身も2004年にオリンピック開催40周年を記念して発売された DVD では本人が再編集したディレクターズカットを公開版と合わせ収録している。このディレクターズカット版も公開当時に全体のバランスから入れざるを得なかった競技ややや創作に偏りすぎたというチャド共和国の陸上アスリートアフメドイサのエピソードがカットされたため、 公開版より22分短い。様々な波紋を広げながらも、東京オリンピックは日本国内で12億2321万円の配給収入を記録。同年度のカンヌ国際映画祭では、国際批評歌賞英国アカデミー賞ドキュメンタリー賞を受賞した。また映画館の他にも日本各地の学校や公民館で上映会が開かれたことから、 その観客動員数は一般観客750万人、学校動員1600万人の合計2350万人で、事実上日本映画史上最多であると言われている。この映画のタイトルは一般公募され4万7000通もの応募があり、その中から監督の市川が選ぶという形を取ったが、市川は結局のところ、 一番簡潔なものをということでタイトルは東京オリンピックに決まった。映画の制作はオリンピック開催の4ヶ月以上も前の5月28日、オリンピック会場の建設現場で、それまで建っていた建物が壊されるシーンの撮影からクランクインした。使用されたカメラは103台、レンズは232本、撮影したフィルムの長さは40万フィート、 録音テープの長さは6万5000メートル。携わったスタッフは、総勢556名にも及び撮影と編集には、莫大な労力を費やした。効果音は、ほとんどが後付けであり、富士山をバックに、聖火ランナーが走るシーンなども別取りである。撮影を進める上で、実際に競技している音を望遠マイクで拾うために1700万円、競技場の臨場感を再現する。 ステレオ録音にするため680万円、閉会式など、夜間の明かりが暗い場所で撮影するため F 値の明るい、超望遠レンズの調達に780万円、等々と経費が次々と重み、最終的な制作費は3億5360万円まで膨れ上がった。最初に話を受けたのは、黒沢明だったが、予算の関係から断り、次に、 今井ただし、今村翔平、渋谷美、新道兼とら複数の監督に話が流れ、最終的に市川が引き受けた。撮影スタッフの一人に山本信也がおり、市川に選手の癖を取れと言われ、非常に困ったと後に話している。市川は1972年ミュンヘンオリンピックの記録映画、時を止まれ、君は美しいミュンヘンの17日において、 オムニバス形式のパートの一つを担当し、再度オリンピック映画を手掛けている。ありがとうございます。